というわけで今日はね、ももちゃんがやってきてくれました。いや、ももちゃんね、もう来月ももちゃんの季節ですよね。いやー、しかしね、3月ってね、なんか私の思い出の中ではね、卒業式の練習をさせられるシーズンなんですよね、小学校とかだとね。なんかなんだろうね、なんかこう全員そう、そんななんか冬至だか掃除だかっていうねので、なんか希望の春、卒業生の皆さんご卒業おめでとうございますとかいう、ああいう練習させられたり、着席の練習したりとかね、そういう季節で、ちょっとそういう季節でもあるし、別れの季節でもあるっていう感じですけどね。ももちゃんはそういう練習したことないだろうからいいんでしょうけどね。ももちゃんはなんか3月ってどんな思い出がありますか？河津桜を見に行った。あ、河津桜を見に行ったんですね。あ、河津にね、まあ、ももちゃんの家の近所にも河津っていうところがありますけどね、その河津じゃなくて静岡県ですかね、伊豆の方の河津を見に行くのね、桜を見に行くと、あそこは綺麗です。今頃満開ですよね、きっとね。まあ桜も桃の季節に咲く桜って感じですかね。今この辺は梅の花が咲いてますよね。で、今年のひな祭りは、桃の節句は何かこう楽しみなものは何かありますか？私わかんない。そうだね、わかんないね。じゃあ甘酒でも飲んでね、温まってね、春を迎えましょう。では最後にお母さんに何かコメントをお願いします。私、シュノザって卒業できるの？多分できないですね。一生そのままだと思います。以上、中継でした。